自衛隊では中学生などを対象とした職業体験が実施されている。今回はその中学生たちの体験に密着してきました。はい、というわけで本日大津さんに来ておりまして、まず基本教練が行われるということで早速行ってみたいと思います。前進。みんな、はい、気合は入っているのか。はい、はい、すごいいきなり自衛官モードじゃないか。ちょっと教育を受けてきたな。君はもしかしてスポーツとかに入ってるのか。一番声がでかかったが、何部なんだ。柔道部です。柔道、はい、自衛官の差し支え。そして君についてはバスケ部です。すごいバスケ、それ自衛官の答え方。すごい、バスケやってるんや。あ、ちょっとね、背高い、あのバスケ部らしい青年であります。そして君は野球やってます。よろしい。体力検定というのは自衛隊に必要な体力があるかの試験をすることがあるんですけど、それでソフトボール投げというのがあるんだろうな。今はもうないけども、何メートル投げれるんだ一体ボール、うんうん、ソフトボール60何メートル。 60! 素晴らしい。一球自衛隊行きです。はい、はい、あなたは吹奏楽部です。よろしい。トロンボーンをやってるらしいじゃないか。はい、自衛隊のラッパに興味があるということだ。はい、よろしい。自衛隊行き決定。はい、はい、というわけで皆さん、自衛隊の素質がある人ばかりが揃ってしまいました。今日はしっかり皆さん頑張っていきましょう。はい、はい、素晴らしい返事。基本教練の科目を開始をします。集団で動くための基本となることを今からやります。うちらちょっと目つけられてます。ロケロケ、知ってた、その敬礼、あの帽子かぶってないときは柔道の敬礼って知ってた。なんで知ってたのそれは。はぁ、あ、青桜読んでたの。すごいね。いけーけっ、いけーだれ。つま先上げすぎないとか、かかと上げすぎないっていうのは意識して、前向けて、そう、いいね、いいよ、いいね、いいよ、やば。一気にクッと向くのが、右手、右手、そう、はい、やってただろう。いいね、やってただろう。戻ってください。はい、いけーけっ、1、2、はい、休め。中学生の動きではありません。私、新隊員の頃こんなにできなかったんですよ。キョンケン、そこを入隊してください。中場、中場、はい、今右向け右と左に回るな、こっちに。理想とは、人とかね、物とか分かりにくくすることですっていうこと。場合によっては、歯もやりますよっていうところ。黄色とかもあるから、ちょっとその、こういう、ね、ポケットとか、あのうまいこと明るい色を入れたりとか、茶色を入れたりとか、で黒を入れたり、
ウォーターベースですごく軽く伸びちゃうんですよ。もうだからスッと入ってきますよね。そしてこれ何よりこだわりがヒアルロン酸が入っています。2種類のヒアルロン酸のお肌に優しい UVA プラス B を使っていただきたいと思います。あ、うまい。自衛官です。いいな。うまい。日本通りになってんちゃうか。みんなに中学生。うまい、うまい。お肌、ノリいいね。ノリめっちゃいいですね。え、かわいいで、お前。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。それ化粧水入れ込むときに。白かったのにな。すごい、真っ黒になる。綺麗、綺麗な白色が。歯が目立つね。綺麗な歯が目立つ。綺麗な歯が目立つ。すでに中学生たちはこの3科目を体験し、だんだん自衛隊に馴染んできました。こんなすごく盛況な中学生いないですよ。すごい。気温を測れる。あ、よく見て、アテージとかでね。この顔のところが犬の鼻みたいな。犬の鼻みたいな。どっちの体調があるか。飛んでますよ。飛んでない。飛んでますよ。飛んでますよ。バラのベテラン。初めて見た。すごっ。それはないで。というわけでですね、中学生の皆さんの職業体験が終わりました。ちょっと練度が高すぎて、なんかもう私びっくりしています。あんなこの短時間で ものの 1,2 時間しかやってないんですけれども、あの練度を達成するのはなかなか自衛官の素質があると思いました。というわけで本日の職業体験潜入これにて終了。気をつけいけないあれ琵琶こそあるよ。チャンネル登録よろしくね。よろしく。